皆さんこんにちは、ニャラボ TV の美里とまゆです。今日は本日発売のユニクロ C をこの通りたくさん買ってきたので骨格ごとにコーデを組んで買ったアイテムを紹介をしていこうと思います。全部で多分25点ぐらい、うん、そうだね、かなりもりもり買ってきたので早速始めていこうと思います。はい、じゃあまずストレートから購入品1個目紹介していきます。まず1個目はこちらのニットですね。ミックスポロヤーンセーターっていう商品名かな、はい、これはもうかなり狙っていた商品で、実物は商品画像の何倍以上も可愛くて、あのミックスヤンって商品名にある通り、見てわかります、このいろんな色が入ってるんですよね。3色ぐらいかな入ってて、これがやっぱりただ着てる1枚ポロって着てるこの感じでもかなりこうおしゃれに見えません？で、あと私が言ってたこの襟わかります？なんかここにないじゃないですか、ここの部分に、けどこっちにこうあるのわかります？これがなんかすっとこう普通に着てるんですよね、ジャストに着てるけど、こうなんか抜いて着てるような感じにこう見えると思うんですよ。それがすごくおしゃれ見えするポイントだなと思ってて、やっぱり買って正解っていう感じでした。で、丈の長さも今インしてるんですけど、インしないでこれぐらいなんで、私の腰骨がここなので、ちょっと腰骨下ぐらいの長さなので、本当使いやすい長さですね。で、ちょっとこうインしてもそこまでもたつかずに、こんな感じでたまる風な感じにできるので、そういう点もすごいボトムスとの相性が良さそうなので、本当買ってよかったなって感じです。色もこの色が本当激推しです。で、骨格ストレートに似合うポイントはさっき言ったこの丈の長さですね。丈が長すぎず短すぎない、本当使いやすい丈感で、身幅もそこまでタイトすぎないけどダボっと大きいわけじゃないので、このボックスシルエットっていうところがすごくこの上半身の厚みっていうところをカバーしながらスタイルアップして着こなすことができるかなと思います。はい、次はこのスカートです。で、今回ちょっと私 L サイズ買っちゃったんですけど、なんかでかくてちょっとなので、もしこれから買う方がいらっしゃれば、いつも L サイズ買ってる私はもう1サイズ下げた方が良かったなっていう感想なので、その点皆さん認識して買い物行った方がいいかなと思います。まあ、とはいえここにベルトがあるので、ここでギュッと締めると落ちるってことはないんですけど、なんかちょっとねここら辺がもたっとするこの感じ、わかりますかね、この感じがあるので、そこだけちょっと気になるなっていう感じですが、シルエットは文句なしじゃないですか。これすごい綺麗、横から見ても後ろも前もこんな感じで、やっぱと言ってたラップスカートのここのこの切り替えというか、この生地の分かれ目ってところが、この線に綺麗に沿ってるこの縫製の部分もすごく綺麗で、この価格でこんなに綺麗な縫製すごいなってすごく思いました。で、このリボンなんですけど、私はこう今のこのスタイリングでなんか甘さはそんなにいいかなと思ったので、こう垂らす感じにしてるんですけど、まあちょっと甘さ欲しいよって方はこうやってリボンにすると、カーキでミリタリーテイストですけど、ちょっとこう可愛らしさみたいなところもプラスできるので、気分に合わせたりとかスタイリングになりたいイメージに合わせて使いこなせるこのベルトもすごく万能だと思います。はい、次シューズですね。私違う方のシューズを買いますって今出てると思うんですけど、こっちを買いますって言ってたんですが、実物見たらぶっちゃけ言うとあまり高見えしなかったので、こっちこれを買いました。これかなり高見えしてません？行ってすぐこれやっぱりこっちにしようってすぐ決めたぐらい高見えです。で、なんか今っぽくこのレザーとこのナイロン素材っていうのがミックスされてるので、そういう点もなんか足元から異素材ミックスしてすごいおしゃれな人見えするなって思ったので選びましたし、暑いぐらい暖かい、本当に前見せたあの商品画像のところで紹介した時も、内側にフリースがあるので暖かさ大丈夫って言ったと思うんですけど、もう本当足首暑いぐらい暖かいので冬大活躍しそうだなと思いました。で、最後スタイリングですね。スタイリングは今年のトレンドであるこのカーキっていうのを全身で味わおうと思ったので、今回はこのユニクロ C さんのオリーブトーンの合わせで組み合わせてます。で、さっき言った骨格ストレートさんで言うと、こういう風にもう普通にスタンダードに着る着こなしも全然いいんですけど、なんかちょっとこのここのスカートのこのディティール調をちょっとこうなんていうのかな、このままズドンといっちゃって、なんか関心もちょっと大きく見えちゃった感じがしたので、今回はこんな感じで3センチぐらいちょっとインして、ここでもたつかせるとなんかいい感じでここでタプッと溜まって、それが可愛らしい感じになると思うので、こんな感じにして着こなすとストレートさんいいんじゃないかなと思います。私以上3点紹介ですね。はい、じゃあ次まゆお願いします。はい、続いて骨格ナチュラルの私が購入した商品が4点あります。で、まずトップスなんですけど、こちらのニットですね。
かなりオーバーサイズでメンズの商品になるんですけど、めちゃくちゃゆとりがあります。で、私でもこんぐらいゆとりがあって、で、骨格ナチュラルさんにおすすめのポイントが、見てください、若干わかりますかね、肩が落ちたドロップショルダーのデザインなんですけど、このデザインのおかげでナチュラルさんのお悩みの肩幅が強調されないようなシルエットになってるかなと思います。これ私朝から並んで狙ってた商品なんですけど、後ほどネットの方で確認したらもう売り切れていた商品なので、すごい大人気なアイテムかなと思います。で、あとこのリブがあるんですけど、ここに結構太めのリブがあることでちょっとゆったりとしたシルエットにさせてくれるのも可愛いポイントかなと思います。はい、で次こちらのパンツですね。名前の通りかなりワイドなシルエットのパンツになってます。で、ここにちょっと見えづらいかもしれないんですけど、タックが入ってることでかなり腰回りがゆったりとしたシルエットになってます。で、私パンツ選びすごいいつも迷うんですけど、腰回りとお尻が私大きいのでいつも試着しないと不安なんですけど、これタックが入ってることで後ろとかお尻周りも全然気にならないかなと思って、大優勝パンツだなと思って今回購入しました。で、この丈感がかなり長めかなと思ってて、でだらしなく見えちゃうかなって不安だったんですけど、ストンと落ちるシルエットなので女性らしさもあってすごく綺麗な形で履きこなせてるかなと思います。はい、次こちらのシューズなんですけど、見てください、めちゃくちゃ丸ってしててすごく可愛いのと、ソールが厚めではあるのでナチュラルさん似合いそうだなと思って今回購入してみました。で、こういった綺麗めなスタイルに合わせてもすごいおしゃれ見えするし、次紹介させていただくんですけどカジュアルなスタイリングにもすごいマッチすると思うので、幅広く使えるシューズかなと思って今回購入してみました。このトレンド感のあるシューズが手の届きやすい価格で買えるのはユニクロさんだからこそかなと思いますので、オンラインでは売り切れちゃってるみたいだったので、店舗の方にぜひ行って買ってみてください。はい、で最後こちらのバッグですね。こちらのバッグなんですけど、見てください、かなり大容量で一泊ぐらいの旅行だったりとかちょっと遠出する時にも使えそうなぐらい大きいサイズ感です。こちら内ポケットが3つ、こことここと、ここの3つあって、外ポケットにも2つポケットがあります。で、見てください、こちらの後ろ見ていただくと分かるかなと思うんですけど、スーツケースベルト付きとなってるので、なんかすごい使い勝手がいいなと思って今回購入してみました。で、全体的に中綿が入ってるのですごい柔らかくて触り心地がいい素材になってます。で、こちら3色あったんですけど、ちょっとマット感があるような色味一目惚れしてしまったので今回はグレーを選んでみました。はい、スタイリング全体なんですけどマニッシュな印象にしたかったので、ちょっとゆったり感のあるトップスにゆったりとしたスラックを合わせています。で、全体的にゆるっとしたシルエットのスタイリングに大きめのバッグを合わせるのが得意な骨格はやっぱりナチュラルさんかなと思うので、ぜひこの秋冬ゆったりとしたシルエットにこういうでかいバッグを合わせてみてください。はい、以上4点になります。着替えてきました。4つ目のアイテムはこちらのジャケットです。これはもう前から狙っていたアイテムなので、もうすぐ店頭に行って私も狙いに行ったんですけど、お店に入った時もかなりもうこのアイテムを持ってる方が多くて、もしかしたら人気アイテムなのかなっていう感じでした。見てください、この高級感すごくないですか。この価格で本当にいいのって思うぐらい私が好きなポイントがいっぱい入ってて、まずはこのツイードのこの生地感、モケモケしてるってわけではない、このすごく高級感のあるこのツイードのデザインなのと、あとはここのボタンがしっかり外せるようになってるので、今のようにこうやって折って着こなすこともできる、これができるかできないかでかなりジャケットの良し悪しを私見てるんですけど、あとは裏地もしっかりあるよとかで、ジャケットって骨格ストレッチさん本当に得意なアイテムで、今回のこのジャケットに関しては丈がちょっと長いんですよね。この本当にお尻がすっぽり隠れるくらいの長さなので、この長さの部分はこうスタンダードの形よりもちょっと長いんですけど、身幅がゆとりがめっちゃあるかって言ったらそうでもなくて、結構ストンと落ちてくれるシルエットなので、ストレートさんでもかなり着合わせして着こなせるジャケットなのでとってもおすすめです。はい、じゃあ続いてが、5点目、こちらのパンツになります。で、これは買うか正直迷ってたパンツではあるんですけど、やっぱりこのセットできたいって思って購入しました。で、やっぱりこの見てわかる通り足が2本分入るんじゃないかぐらいこの太いデザインになってるので、どうしてもちょっとこう着膨
れるというかやぼったさみたいなのが出てしまうので、私はこのセットアップで着る着こなしがストレートさんにはおすすめです。あとはやっぱ前と違う変わったところでいくと、去年と変わったところでいくと、このやっぱこのタックの入り方が結構深めに入ってるので、かなり高級感のあるパンツに見えるかなと思います。はい、こんな感じですね。続いてはこちらのカーディガンですね。カシミヤなのでもうすごく気持ちがいい柔らかい生地感です。で、今回ってカシミヤが入ってないあのニットもあったので、こう触り比べしてみたんですけど、あのお値段もね上がるんですけど、やっぱりこのカシミヤさんは裏切らないこの気持ちよさと、あとはこう高級感のあるこのね柔らかいこうシルエットっていうのがすごく私はおすすめです。で、ストレートさん正直ねこの柔らかい素材っていうのが苦手なんですけど、さっきみたいな感じでジャケットこう羽織る着こなしでもすごくおしゃれ見えしますし、なんかこれだったらそんなにこう何ですか、着膨れてなくないですか、どうですか。短すぎずタイトすぎないので、すごくスタンダードな形で作ってくださってるので、ストレートさんにもおすすめなカーディガンだと思いました。で、あと色味ね、このピンクの色味気になった方も多いんじゃないでしょうか。で、なんか私あのパーソナルカラーがイエベなんですけど、さっきみんなからもなんかすごい顔明るく見えますよって言ってもらえて、ペールトーンのあの色を着ると私結構気薄みするなっていう印象があったんですけど、このカラーに関してはなんかそんなことないなって思ってて、なんかこうパーソナルカラー関係なく着こなせるピンクなのかなと思って、すごくおすすめです。はい、じゃあ続いてですよ。続いては私が激楽しみにしてたカシミヤ入りのヒートテック紹介します。ちょっとあのヒートテック1枚で出てくるとあのちょっと放送事故になりそうだったので、今回はあのレイヤードするスタイルでお届けさせていただきます。はい、こんな感じで今はピンクのニットの下にピンクのヒートテックを合わせてます。なんか売り方がこんな感じで、なんかもうザヒートテックじゃないですか。なのでユニクロさんの店舗行った時もジャケットの中にヒートテック1枚ペラッと履いてパンツっていうルックがあったので、やっぱり商品画像であった通り1枚で着るのでやっぱ売ってるって思ったんですけど、着てみたらなんかこの分かりますかね、シアーニットっぽく使えるって思って、なので今回は XL と L で各サイズ、あ、全色買いました皆さん、全色買いました皆さん全色買ってきました。あの宣言通り、はい、全色買ったんですけど、今回はピンクを着こなしてますが、こんな感じで XL サイズなのはちょっとやっぱ長いんですよね。なのでこう溜めてこう見せる、ヒートテックを見せるって考え方なかったですよね。こんな感じでどうですか、可愛くないですか。なんかこうネイルも相まってなんか可愛いこう色のグラデーションができてる。はい、こんな感じでヒートテックはインナーっていう概念をすごく覆されたアイテムでした。感動、もう本当にあの時の興奮を裏切らない想像以上の出来で、私は結構感動、何回も言うけど感動した商品です。着心地も最高に、今暑いぐらいあったかいです。じゃあ最後ちょっとこうやって着て、なんかこういう着こなしも可愛いですよね。なんかオフィスの女子、オフィスに私も通ってますけど、普段あのオフィスカジュアルの方はこういった着こなし、もうこれマネキン真似して買っていただけるとなんかいいんじゃないかなって、なんかこう抜け感もあって可愛らしくないですか。はい、このスタイリングおすすめです。はい、続いて骨格ナチュラルの私が購入した5つ目の商品はこちらのスウェットです。これめちゃくちゃ可愛くないですか。で、私これずっと前から狙ってたアイテムなんですけど、で最初サイズ、私 M サイズを試着したんですけど、ちょっとタイトめかなということでワンサイズ上げて L サイズ今回購入しております。ナチュラルさんカジュアルなスタイリングが得意かなといったところで、今回はスウェットのセットアップのスタイリングにしております。でインナーにこちらのレイヤードしているのがカシミヤ素材のタートルネックになってます。でこれあのめちゃくちゃあったかいのと、これなんか今レイヤードしてるんですけど、これ1枚でも全然着れました。でちょっと透け感がある、あの先ほど美里さんからもご紹介あったかなと思うんですけど、ちょっとシアー感が見えますかね、シアー感があるので1枚で着るときはなんかインナーにキャミソールとかレイヤードした方がいいかなという感じです。で続いてこちらのパンツを紹介したいと思います。でこちらのスウェットかなりゆとり感があるので、トップスは L サイズなんですけど、ボトムスは M サイズ購入してます。で私あの腰回り先ほどもボリュームが気になるよってことだったんですけど、 M サイズでもあんまり気にならないかなと思います。スタイリングについてなんですけど、トレンドカラーのブラウンのスウェットのセットアップに、これだけだとちょっと暗くなっちゃうかなと思ったので、インナーにナチュラルカラーのヒートテックをレイヤードしています。で足元なんですけど、さっきご紹介させていただいたこちらのトレンド感たっぷりのシューズなんですけど、カジュアルなスタイリングだったので足元はちょっときれいめにまとめてみております。
こういったあのスウェットのセットアップもナチュラルさんとてもお似合いになると思うので、ぜひ購入してみてください。すいません、最後もう一個ありました。こちらのコート今回購入しました。触り心地がめちゃくちゃ良いです。で、あの素材もちょっと柔らかめではあるんですけど、なんとなく体のラインは拾われないようなシルエット素材感かなという感じです。で、あと肩のデザイン見ていただきたいんですけど、ちょっと落ちたデザインになっているので、骨格ナチュラルさん肩幅気にされる方多いかなと思うんですけど、強調はされずにこういったコートも着れるかなと思います。で、あの今回私 L サイズ購入したんですけど、こういったあのさっきの紹介させていただいたスウェットに1枚レイヤードしてもゆとり感がかなりあるかなと思うので、ナチュラルさんゆったりと着こなせることができるコートかなと思います。秋冬に向けてあのアウターをめちゃくちゃ探してたんですけど、このコートが一目惚れだったんですけど、一目惚れポイントがこのラペルがすごく大きくて、すごい高級感があるように見えませんか？めちゃくちゃおしゃれ見えするのと、これがあることでなんか小顔効果にもなってるんじゃないかなって個人的に思うので、今回こちらのコートを購入させていただきました。ナチュラルさんはもちろんなんですけど、ストレートさんだったり、この紐があることでウエストマークできるので、ウェーブさんもお似合いになるかなと思うので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。次買ってきたアイテムはこちらのクロップドのダウンベストですね。これ狙っている第1位って言ったと思うんですけど、もうこれはやっぱ買ってよかった。そしてオリーブが私は圧倒的に高見えしていたなと店頭見て思いました。あとブラックもすごくあの素敵だったんですけど、今季といったらオリーブでしょうと思ってオリーブにしています。で、やっぱり実際に着てみても、前もお伝えした通り、このコクーンの丸みっていうのがすごくあるなと思っていて、肩の部分だったりこの身幅もこう丸くなってるシルエットですよね。で、あとはやっぱりここの切り替え部分っていうのがいっぱいあるっていうよりはどんどんどんっていう風に結構大きめにあるっていうところが、すごくストレートさんにおすすめのポイントだなと感じました。あとこれクロップド丈と言いつつも腰骨位置ぐらいなので、そこまで短丈ではないので、そういった点からも結構ジャストな身幅とジャストな丈感なので、その点もストレートさんにおすすめです。で、あとこれ分かります？こうなんかダウンって聞くとツヤ感がすごくあって、カジュアル見えそうだと思うんですけど、こうマットなんですよね、質感が。なのでダウンのちょっとこうカジュアル見えするところを結構カバーしてくれて、こういったスカートとも何だか合ってるかなと思うので、すごくこういろんな幅、デニムだったりともいいと思うし、こういうようなスカートだったり、きれいめなスカートとかスラックスとも相性がいいと思うので、本当このマットな質感のおかげでいろんなこうコーデと相性がいいと思います。あと私が好きなポイントは、ここボタンこう取ってこう A ラインこう感じでこうやって作ると、なんかこうスッキリ見えしてますし、なんかちょっとおしゃれな人みたいな感じで見えるかなと思うので、まだこう秋シーズンだったら首だけ温めといて、ここアイラインで開けると気温調整もできますし、おしゃれ見えもできるかなと思います。本当これは買ってよかった。ぜひ皆さんにもチェックしてもらいたいアイテムの一つです。続いてバッグですね。このバッグやっぱり見てて、このカラーがダントツ私的には可愛かったです。今私ほぼオリーブな色味なんですけど、濃いオリーブと薄いオリーブみたいな感じで、一緒のコーデにするとかなりこう奥行きの出るコーデになるので、カーキの中でもこういった色味違うのを持っておくとすごく使える幅もですし、あ、今年の色分かってるねみたいな感じになるかなと思うので、私はこの色にしました。やっぱりこの丸いフォルムもそうですが、使いやすさみたいなところでこうグッと口が開くので取り出しやすいですし、ちゃんとここに紐もついてるので落ちないっていうところもすごくいいポイントで、機能面もバッチリだと思います。大きさもちょうどいいですよね。こんな感じなんで、本当顔ぐらいっていう大きさがちょうどいいので、その点も使いやすい。これはまあ骨格誰とかではなくて、これはみんなにおすすめです。はい。で、このコーデなんですけど、私が前に言っていた全身カーキコーデにしてみました。オリーブですね、カーキオリーブ同じ。かなり個人的には大好きな色味に揃えられたなと思っていて、色味の部分もそうなんですけど、ストレートさんの得意なこの腰骨あたりのジャストなトップスと足首ぐらいまであるスカートのこの組み合わせが、重心をこうちょっとグッと上げつつも、そこまで上半身をボリュームにしない、このスタイルアップできるコーデにしてみたので、ストレートさんにかなりおすすめのセットになってます。で、ここをねこうグッと開けることでよりスッキリ見えもするので、気温もそうですし、自分がなりたいこうスタイルに合わせてここを開けたり閉めたりするのもいいかなと思います。ちょっと薄いこのカーキもアクセントになって、よりこうコーデを立体感ある感じにしてくれてるかなと思います。はい。じゃあ続いては、買う予定のなかったこのカシミヤのニット買っちゃいました。
だってもう触ったらさっき の, あのカーディガンでも言ったんですがもう気持ちいいんですよ。で今私あの中にキャミを着ていてこことかは素肌に着てるんですけどもちろんチクチクすることもなく本当に気持ちよく包まれて今着ております。で今回私 L サイズ買ったんですよ。で私普段ユニクロさんのサイズは L サイズなのでそれと同じものを買ったんですがやっぱりあの商品画像でも分かってたんですけど大きいですよね。結構こんな感じなんで結構大きめなんですよ。なんですけどなんかそこまでこういうの着ると私普段結構着膨れるんですけどどうですか着膨れってなくないですかそんなに。なのでやっぱりこのカシミヤっていう高級感のある素材とあとクレアさんのこのパターンがどっちかというと横ってよりは縦にスッと落としてくれるようなパターンの仕上げになってるのでそこまでこう横にバーンと広がるというよりは下にこう綺麗に落としてくれるこのディティールがすごくいいなって買ってよかったなって思いました。なのでニットで長めだとちょっと着膨れるよっていうストレートさん悩んでる方も多いかなと思うんですけど私もその一人だったんですけど本当にこれは着てみて大満足のアイテムなのでぜひ皆さん買ってみてください。お値段以上ですこれ。はい大満足で大満足しちゃったもんなのでこっちも買っちゃいました。私イエベさっきも言ったんですけどイエベなのでこういった色がすごい好きなんですけどさっきのピンクだったりとかあのブラックもあって本当これは自分の多分パーソナルカラーだったりとかあとは普段持ってるお気に入りの服との合わせ方で色は選べばいいと思うのでもうシルエットはもう間違いなしなのでこれちょっと高くてどうしようって迷ってる方ぜひチェックしてほしい一個です。でさっきあの私あのスカートリボンつけてたんですけど今回こんな感じで取ってるんですね。で取って切るとやっぱ長いものを着た時にここにこうモコモコすることがないのですごくそういった面でもこのスカート使いやすいなって思ったのでストレートの皆さんぜひこのスカートチェックしてみてください。続いてこちらのマフラー色決めました。これにしました。決め手は2つあって1個は、やっぱりトレンド感のある色味が全部こう入ってるっていうところで決めたのが1つとあと1つはやっぱりこう自分の持ってるアウターと考えた時にこういった色味の方が私の持ってるアウターとは相性が良さそうと思ったので選びました。なのでこう質感とかはもう本当にこうねもちもちっていう感じすっごいこうふわふわしてて肌触りが良くってあとはこのねこのモカ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 ってしてるこの感じとかもすごく動きがあって可愛い部分とかそういったところはもう全部統一して可愛いのでもうあと色味は本当に自分が持ってるアウターとかニットっていうところと相性がいいものを選んでいただけるといいかなと思います。はい私はこの色味しました。でコーデはこんな感じで結構シンプルな秋から冬にかけてのちょっと絶妙な時アウター着るかな着ないかなみたいな時にこういった厚手のマフラーをカットこうこういう風に着るストールのようにこういう風にやるのもなんか可愛いじゃないですか。なんか毛布に包まれた女みたいな感じでなんかね可愛くないですか。はい誰も可愛いって言ってません。はいそんな感じであのこうやってやるのもいいと思うしもう普通にくる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 って巻いてもボリューム感が出てくれるので小顔効果もバッチリなマフラーじゃないかなと思います。はい最後私が購入した商品はこちらのワンピースです。であのこれ結構タイトシルエットでナチュラルさん苦手なアイテムかなと思って着てみたんですけどそこまで苦手な雰囲気はなく素材も薄めかなと思ったんですけど結構しっかりと生地感が厚くって体のラインはそこまで拾われてないのではないかと思います。重心が上でも下でもないナチュラルさんだからこそこういったあのちょっとウエストでキュッとなってるシルエットのワンピースすごい似合うんじゃないかなと思います。でユニクロさんのワンピースってもうちょっと丈感が短めなアイテムが多いのかなっていうイメージなんですけどこのワンピース丈感が結構長めなのでナチュラルさんすごくお似合いになるんじゃないかなといったワンピースになってます。首もしっかりあるので秋冬すごいあったかく着れるかなと思います。このワンピースすごいチェックしてた人多いかなと思いますしタイトシルエットなのではって諦めてた人もいるかなと思うんですけど実際着てみるとそこまでタイトではないし生地感も厚めなのでぜひ気になる人チェックしてみてください。はいということでいかがだったでしょうか。結構ね買い物して、うん、かなり自分たちが好きなもの買ったよね、うん、だいぶ買った、ね、私は、うん、着た中で、うん、スウェットのセットアップあったじゃん、はいはいはい、ブラウンのあれがめっちゃお気に入り。あれはあれやばくない、うん、それこそハイブランドさんとかでも、ね、今期ってこうセットアップのスウェットあったけど、うんうん、ちょっとお値段が ねすごかったりする中で、ねうん、あのシルエットであの生地感であの価格、うん、めっちゃお気に入り。私も買って帰ろっかな
また買うのってぐらいちょっと結構買ってるよね。ちょっと買いすぎだよね、うん、でも何が一番好きだった？いや私はもう決まってて、このダウンジャケット、うん、ちょっと買う予定のなかったこのカシミヤ、すごい1個狙ってるカシミヤニットも今あって、うん、それ多分これの5倍ぐらいするのよ。高っ。なんでいいよね。ねこれめっちゃコスパいいね。気持ちいいもん、うん、あったかい。あとはやっぱり期待裏切なかったヒートテックあれヒートテックじゃないもん、シアーニットとしてほんと使えるんですよ。すごいね、うん、なのでぜひ皆さんチェックしてもらいたいなっていう感じです、はい、で今回骨格別に、うん、紹介したんですけど、結構着てみたら骨格関係なくないみたいなアイテムもかなり多かったので、うんうんうん、ぜひ皆さんも店頭だったりウェブチェックしてみてください。はい、はい、ということでこの動画が楽しかったよ、参考になったよって方は高評価とチャンネル登録お願いします。お願いします。あとコメントもじゃんじゃんお待ちしてるのでぜひお願いします。ということで次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。